ちゃんと女性に自分の気持ちを伝えて、相手とどうなりたいのか言わんとな。はい、ミッキー岡田です。今回は男性は気をつけて、こんな告白をしたら絶対に振られるぞをお伝えします。女性と付き合うときはな、やっぱり男から告白した方がいいのよ。女性ははっきりと言葉にしてくれることを好むからな。恋愛の方法として告白することをできるだけ後にするっていうのもあるんやけどさ、それは気楽にいろいろな女性と遊びたいっていう男が卑怯な考えの時に使う遊び人用のテクニックやからな。女性から私たちって付き合ってるのって思わせるような曖昧で逃げ道がある付き合い方はしたらあかんねん。僕がいつもこのチャンネルで話している内容は、あなたが好きになった女性と真面目に付き合って最後には結婚しようぜっていうことだから、やっぱりきちんと女性に男の気持ちを伝えてほしい。何回も言ってるよな、女性と付き合ってる中では全てのことにおいて最初のリスクは男が取ってほしいねん。そういうところに女性はたくましさを感じてな、安心してくれるからさ。でもな、男から告白するにしても、いい告白と悪い告白があるのも確かや。付き合えるか微妙なラインの場合は、いい告白したらまあいいかなってなることもあるし、反対にあかん告白やってもうたら、この人とはやっぱりないわ、やめとこうとなることもある。告白の仕方で付き合えるかどうかが変わってしまうんや。一番いいのは告白の仕方関係なく、これは付き合えそうやって確信できてから告白するのがいいねんけども、女性ってのは記念日を大切にすることから考えても、何度も良い思い出を思い返してくれるんよ。ということは、彼女の中でいいイメージとして記憶に残る告白をするとな、何度も何度も彼氏を思い出してくれて、ますます好きになってくれるっていう効果もあるからさ、侮るなかれ告白を。いやねん。じゃあやってはいけないダメダメ告白をいきます。自虐告白。給料も安いし見た目も良くないけれど、こんなダメな僕ですけど付き合ってくださいってやつな。女性はさ、男性と付き合うことによって幸せになりたいんよな。素敵な未来を見せないと付き合う気が起きません。玉砕覚悟告白。全く手応えがないうちから当たって砕けろという勢いで一か八か告白してしまうやつな。行動しないと何も起きないって考えてる、いわば男なんやけど、女性からしたらさ、好きでもない男からの告白は対応するのがめっちゃ面倒くさいねん。一か八かの告白はそこで一切の関係がなくなってしまうことがあるからやめとこう。もじもじ告白。恥ずかしいんやろか、考えてたセリフ忘れたんやろか、お腹痛いんやろかってもじもじしてるやつな。自分で告白モードに勝手に入ってそこから進まへん男。何が言いたいのかわからん言葉を繰り返すのはあかん。女性は告白するのが分かって最初はちゃんと聞く体勢になっていても、一向に話が進まんとな、イライラするし、はよバシッと言ってよ、頼りない男やなと思われてしまう。ちゃんと女性に自分の気持ちを伝えて、相手とどうなりたいのか言わんとな。たらい告白。断られるのが怖いのか、やたらと冗談っぽくて真剣さを感じない告白するやつな。ガヤガヤした店内とかで雑談のついでとかに言われると、女性からしたら、え、何、本気、冗談と真面目に考えてくれないし、自分のことを軽く考えていると感じるねん。誰にでも言ってそうって思われたりな。付き合うということは女性の方がリスクが高いってことを心得ておこう。真剣に伝えることが大事なの。小説家告白。なんか言葉をこねくり回して綺麗に言おうとするやつな。自分に言うな、言葉じゃないねん、お前の気持ちを聞きたいねん。酒に酔った勢い告白。緊張を紛らわそうと酒の力を借りて完全に酔った勢いで告白してしまうやつな。酔って判断力なくなってるんやなって思われるし、もしそれが本気やと分かっても酒の力を借りるってのがそもそも頼りなく思われてしまう。シラフで出直してこいって感じやわ。親孝行告白。僕のお母さんも喜ぶわ。僕の実家の近くに住んだらいろいろと楽やし便利やんな。何々ちゃんとお母さんと気が合うよきっと、とか言うやつな。親孝行なんは分かったから、お母さんとずっと一緒にいたらええやんか。前の女と比べる告白。前の奥さんには随分苦労かけられたけど、今度こそしっかりやりたいねん。今度付き合う人には優しくしようと思ってるってな。おい、前の女の匂いは一切出すな、分かったか。重すぎ告白。僕の命をかけてあなたを幸せにします。何があってもあなたを裏切りませんし、あなたのために死ねと言われたら死にますってやつな。もう怖いから。
もし別れる時が来たら呪われそうやから。性癖告白、僕のドタイプなんだよね。僕ガリガリ大好きで、まるまるちゃんみたいな細い体型の子が本当に好きなんだ。あと色が白いとことかめっちゃいいわ。顔もすごいタイプってやつ。何目的なん？中身別に私じゃなくてもいいやんかそれ。てなるわ。いろいろとダメ告白をあげました。いろいろおるな。ほんまどうしようもないやついっぱいおるよ。告白の基本はさ、相手の気持ちがそこそこ高まってきてて付き合ってもいいかなってお互いが思っている時に告白することやねん。そのためには相手の表情や態度を見てな。タイミングを見ることも重要やからな。何回か2人で食事に行ったりして、相手も楽しそうに過ごしてくれたりな。こちらに好意があるかどうかは態度でわかると思うわ。明確に言葉にした方が女性は嬉しいから、好きと付き合ってのワードは入ってた方がいいで。告白の時が来たら頑張ってな。応援してるで。はい、今回は男性は気をつけてこんな告白をしたら絶対に振られるぞをお送りしました。今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。今後も動画をバンバン配信していきます。よろしくお願いします。自分がどうしたいかじゃなく、相手にとってどうかってことを考えよう。